おはようございます。ティラと申します。通じなかったんだよな今の。あのね、何が起こったか言いますね。この録画開始ボタンを僕お札に喋ってた。俺が実況で危惧してたことが恐れてしまった。なんか30秒ぐらい始めすぎてさ、あれおかしいなと思ってさ、なんかファイル更新されてねえなと思ったらさ、録画開始ボタン押してるの。嘘でしょっていう話ですよね。もうびっくりした。だからね、自分ね、今まで一人ごとをさ、部屋の中でおはようございますって言うとったんよ。本日はね、EX 会の収録となっています。というわけでね、EX 会はね、全くもってすごいのが出てくるわけですよ。さあ、草原に闇が出てきましたもん。来たぜ。お、しかも BGM も完璧やん。邪教の使徒。よし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 よ。最近ドラゴンクエスト5のね、ちょっとね、生放送見てるんですよ。とある方の。はい。でね、ちょっと DQ5 ね、ちょっといいなーって思って、ちょっと今回はね、ゲマーにね、焦点を当てていきたいと思います。ゲマーだよ。さあ、頑張れゲマー。まあ、ボンバドリはね、ちょっとゲマーの活躍をね、期待したところ。まあね、ギワストーリーで儲けられなかったが、ちょっとこのチャンネル登録者さ、1000人超えのチャンネルでお前ちょっとさ、売名してさ、ちょっと有名になろうや。ね。言わせるでも嫌いだけど、ティラチャンネルは強かったからみたいなさ、そういう感じのね、活躍をね、期待しております、ゲマリアね。さあ、ゲマ行きましょう。技は二つしかないんでね、来ました。おぞましい熱戦、行きます。額からビーム、受けてみよう、行くぜ、おらー、うおー強いぞ。強いぞ。で、レジェンド魔王なんですよ、今回使っているのは。レジェンド魔王っていうのはどんなものかっていうのを簡単に下にポンって出しておくんですけど、まあ、このね、デメリットとかを引きずりながらもね、圧倒的耐久力とかあるわけじゃないですか。ね、攻撃モンスター、まあ、合体モンスターを使ってる感覚と言っていいと思います。つだたざり合いや、スペシャルカードが使えない、まあ、合体モンスターみたいな感じですかね。あ、いいね。相手がいいなってか。で、魔力の上昇も意外と早いんだよね、合体モンスターと比べて。合体モンスターと比べると、全然勇気の弾速度が早いから、合体モンスターでよくなんか致命的だったら勇気弾の速度が遅いっていうね、難点も解決してんだよね。さあ、ゲマーにはね、活躍をね、期待したい。あ、今のところいい感じですよ、なんだかんだで。行動がいつもね、最後のラストアンカーになってますけど。いつもラストバッターだけど、お前ゲマーさっきから。なんでね、食らうね。食らうな、ゲマー。大丈夫か？いや、魔王だから。はい、オッケーよっ。さあ、おぞましい熱戦で行きましょう。この破壊力よ。力200からクリアされるおぞましい熱戦。力200やで、ドーン。力200か、本当にこいつ。本当に力こいつ200か。強いぞ。いやー、DQ5 のゲマといえばさ、もうラスボスだもん。DQ5 のラスボスだもんね、もう。うん、ラスボスだと思うわ、DQ5 でいうね。はい。エンネゲマ強いよ。なんだかんだね。あ、どうしてもね、目立った弱点というとって話なんだけど、まあまあ、まだ言わないでおくわ。ゲマ強いよ。だって、原作強かったしね。うん。私はちなみにね、パート200超えてるんで、ゲマの短所ももちろん知ってるんですけど、今は言ってません。まだ言ってません。まだ言いませんよ。死神の大構え、わかる？これがでね、これであの子供に突きつけた！いい！いや、勇気ためずに行こう。普通に行けるでしょ。HP が高いからね。HP 4000超えなんで、言うて。言うて HP 4000超えなんで、ゲマもね。はい。もうそろそろね、避けても。うん、避けないな。うん、避けないね。これね、ちょっとこのまま行くとさ、とどめる一撃になっちゃうから、ちょっと調整してよ。で、どっちもさもね、力ステータス？ゲマのステータス的にそんなになんか、高いステータスではないんですけど、威力が高い。威力係数が高いんですよね。そのおかげですごいダメージが出る。できればゲマにはさ、メラゾーマ使ってほしかったよね。でも。ね。魔王の SP カード、まあ、レジェンドカードはさ、技が2つしかないっていうのかな。ね、もっとね、いろんな技、まあ、実質3つなんですけど、理論的には、結構食らうな。実質3つなんだけど、ただそれでもね、やっぱゲマにはメラゾーマ打ってほしかったな。どっかの違う魔王がメラゾーマ打ってるからな、現状は。さ、おぞましい熱戦が強いんだ、これな。この額からビームがね、威力が高いんだ。おらぁ、うわ、強い、マジか、こいつ。やべえな、お前。オッケー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 。まあ、さすがに HP 雑に高いからね。ここでいくら食らおうがよ。
まあね、自分の耐久力のなさはね、雑に4100っていう HP でカバーしてるから、ゲバも大丈夫大丈夫。全然大丈夫。ここで決めちゃおう。ゲバおとばしいですよね、決めたね。基本的に、こいつはね、どっちも一回行動じゃん、合体モンスターと違って。で、青技の方が強いタイプです。赤と青。まあ、魔王はね、本当に赤と青どっちも強かったりするんだけどね。さあ、大友先生ね。はい、ドーン！オッケー！あ、ゲーマー強いよ、ちょっと。さあ、魔王戦行ってみよう。あ、ちょっと待って。これ、ねえ、これやばいやつ。おーい。おい、どうしたっす？え、あれ？これなんかさ、結果見えてない結果見えてるよ、ちょっとあなた。いざ勇敢、ゲマの力を今ここに。どっちかといえばお前の方が強かった。さあ、ゲマがその命をね、発して呼び出したミルドナースの一撃をミルドナース様、お願いいたします。バーヒャデドスシャドウ系最強バーヒャデドスミルドナースがマヒャデドスよ。ちょっと待ってなんでお前出てきたの？なんで出てきたの？そこは魔王出てこれないとさ、そうなるでしょ。なんでワンパンしなきゃいけねえんだよ。おい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 。まあ、ミルドナースも、ミルドナース。ちょっと出てきただけじゃん。さあ、ゲマがやってきたのは魔王戦でございます。もう、この絵を撮りたいがためだけに私は今ね、ゲマを使っているというのは過言じゃないでしょ。ゲマなんか、ちんまいな、お前、こうしてみるとな。来ました！魔界の王！なんだ、ゲマよ。私に盾つくというのかと。しかし、不幸なことだと。さあ、ゲマ。上司にどっちが本当のボスか見せてやろうじゃないの。始まりました。ミルドナースとの戦いです。ね、どっちが本当のね、ラスボスかというものね。ゲマの方が圧倒的ラスボスだから言っとくけど、ミルドランとかさ、なんかお前名前すら忘れたわけじゃない。名前すら忘れてますからね。原作でゲマはさ、知名度高いじゃん。ミルドナースのこいつの名前なんて忘れてるの。ファンの人が名前すら忘れてるからね。その程度存在よ。どちらが本当ね、真のね、ファイブのラスボスにふさわしいかというものですよ。大丈夫かな、結構くる。大丈夫だ、ゲマ。ゲマ、大丈夫だ。ゲマ、そんな声じゃないだろ。いいよ、いけるいけるいける。でも、やり方は一緒です。合体モンスターと同じで、相手の魔力がたまらないということを活かして、レジェンド魔王はひたすら耐えるだけ。耐えて攻撃をちゃんとアベレージで取っていけば勝てます。はい。ぶっちゃけはそれだけなんで、もう、要するに大魔王の攻撃に耐えきれるかっていうのがね、大事な戦いですね。はい。さあ、ゲマやったれ、ゲマ。どっちかというと、ミルナントカさんよりゲマの方が明らか強いってのを見せてやるときが来ましたよ、と。合体モンスター違ってね、魔力も結構溜まりやすいから、光る玉なしでもね、まあ使えないんだけど。よっしゃー、ピロリ入ったー、ゲマー。ここのピロリでかい。ゲマはね、ここで現れたね、回避率。来ましたよ、ゲマの回避率ね。高いからね。あ、いいね。あ、こっちの方が出んだ。強いな、熱戦。5ターン目まで貯めれれば、OK かな。ゲマの高い回数来たよ。ゲマはね、打撃に弱いんですよ、実は。これね、ゲマってね、このね、幽霊みたいな見た目してるからなのか、打撃が弱点っていう致命的なものを抱えてまして。あ、いや、大丈夫かな、これ。次のターンに、魔力溜まるかなって感じ。いや、溜まるんだけど、高校いてはでまずくなるな。ただミルドナース相手おび、あいつ怯えてんじゃねえの？あれ、ミルドナース怯えてる？ゲマの方が強いという今この事実にさ、ミルドナース怯えてる説ちょっとありますからね。はい。ゲマ勝てるぞ。普通に勝てるな、ミルドナースに。あ、でもこれやばいな。波動でやばいな。あー、よしよしよし。あれ？ミルドナースどうしたの？どうしたん？どうしたん？なあ、アイデアはあんねん、あんまり。で、まあまあ、ここは大丈夫でしょ。よいよいよ、結構くらな。勝ちました。まず、私の、ミルナントカさん、どうやら、私の方が、上だったようですね。私は新たな力を手にした、いでよ、本物のミルドナース。ってことは、あいつは偽物だった。いざ、ミルドナース召喚、キャド系最強、バキャデロス。あれ？なんでミルドナースがミルドナースのとこ飛んできてんだ？あれ、勝っちゃったな。意外とすんなり勝ったな、おい。それでいいの、ミルドナース。ミルドナースそんなんでいいの？ちょっと情けないな、ちょっと。さすがに魔界の王がお怒りのようです。
ゲマに負けることなど決してあらぬあらぬことなのだとあってはならないことなのだとそこまでしなくていいじゃん。いやあれでしょう、ミルドアースの心からしたらさ、部下の存在で私立てつくつもりかという感じでしょ。まあでもね、俺正直勝てる気がするな、ゲマ。あーでもどうなんだろう、敵の攻撃がもちろん強いからな。うえー、毒液ピロリかも。ゲマステップ、ゲマステップかも。ゲマステップ、うぅ、食らうか。いやー結構食らな。4100、魔王の中では低めの HP。 さあでもこれで打点出んじゃないかな。弱点取れない、弱点取れないの。あーマジか、あ違う、これ灼熱だ。そうか、ミルさん炎爆発だ確か。いや今ミスったね、バカしたね。そうか、それがダメなのか。死神の丘行くしかねえ。ならばこれでどうでしょう。おらんってくえ。それでもこんなもんなんか、打点が。え、やば、洗礼やばくね、ドキキジョン。やばいやばいやばい、ゲマゲマ押したー。ピロリ勝った、ここのピロリマジでけえな。これでかいね、すごいでかいよ。うん、いや今のでかすぎ、打撃弱点だからね。雷撃乱、これはやばいね、これもピロリしちゃいましたね。ピロリピロリ、ゲマピロリ、あれってくそ、あなたの攻撃なんて当たりませんって言いたかったのに。頑張れ頑張れ、ゲマ勝てるぞ、ゲマゲマ勝てるぞ。よし、しっかり当てれば、しっかり当てれば、ゲマお前勝機あるって。普通に勝機あるな、勝機ある勝機ある。この大釜して貯めて貯めて、これね難しいはやったんですよ、判断が。ピロリピロリ、うわー、ここピロリ食らわないよ。どうしようもなかった。あのね、5ターン目にもイテハがあるってこと考えるとどうしようもなかったの。やるしかねえ、ここで5ターン目にイテハが高校できたら負けだったんで、使うしかなかったんですよ、ここで。5ターン目イテハで勝機あるし、ピロリ入れば勝てる。あ、ピロリピロリ、ゲマピロリよ、ピロリよ、ピロリよ、あよ、あよ、あほほほほほほ、よし、ピロリよ、ピロリよ、ピロリよ、あー、待って、帰る、耐えます耐えます耐えます、消された。